メットライフ、日本法人メットライフ生命保険株式会社は、日本の生命保険会社で、アメリカ合衆国の生命保険会社である、メットライフの日本法人である、日本国内における、アメリカンライフインシュアランスカンパニーの営業は、長らくアリコが日本支社を設けて、直接行っていた。2011年4月に、アリコがメットライフ参加になったことを受けて、通称を、 メットライフアリコに変更した。2012年4月、新たに日本法人となるメットライフアリコ生命保険を設立し、従来のアリコ日本支社が締結した保険契約をすべて日本法人に移している。2014年7月に称号をメットライフ生命保険に、ブランド名をメットライフ生命にそれぞれ改めた。 外資系生命保険会社の第一号であり、日本で40年の歴史を有する。販売経路としては、約5000名のコンサルタント社員、約1500点の保険代理店、テレビや新聞広告等を媒介とする通信販売、102の銀行や信用金庫等を通じた金融機関による販売の4つに、チャネルが分かれている。大量出向、 編集損害保険業の保険料自由化などの規制緩和が起きた1998年以降、AIG グループのアメリカンホームダイレクトなどが実施し始めた30秒から60秒程度のインフォマーシャル形式のテレビラジオのスポット CM の大量執行を開始した。2000年代以降は主婦層の主要視聴時間である9時から19時の 番組提供として CM を集中的に放映中、ターゲットマーケティング手法を用いて、購買像を細分化した生命保険商品の開発とワイドショーや報道番組風の構成で保険の特徴を宣伝する90秒 CM によって認知度を上げ契約数を急増させた。売上高の最大2割程度を広告宣伝費に投じてトヨタ自動車や資生堂と肩を並べる。 CM 執行量を誇り、キャラクターの城ヶ崎優子は一時、CM 露出時間日本一になった。マーケットリサーチのため、多数のフリーダイヤル番号を並行使用している。CM キャラクターは、四半期ごとに見直され、獲得成績の低いものは次々入れ替えられることと、相まって企業イメージが一定しない嫌いがある。同社の戦略にならい、当初は、 自動車保険の CM だけを行っていたアメリカンホームダイレクトも第3分野保険の CM はアリコと並行してテレビ CM 執行をしているテレビ番組の提供編集テレビ番組で60秒以上の CM を流す時には提供クレジットで企業名が読まれるのが普通であるがアリコジャパンの場合2005年1月から2006年12月までは社名が読まれずに ご覧のスポンサーの提供でお送りします及びご覧のスポンサーがという省略型になっていた。例外としてテレビ朝日の報道ステーションでは30秒の提供でも読まれていた。その後2006年の年末期には一部放送局の番組を除いて社名が読まれることもあり2007年1月からはまた社名が読まれるようになった。とはいえ90秒の場合にキャッチコピー ほっと安心な保険ということはないが、朝日放送の、新婚さんいらっしゃい。の場合は30秒であるにもかかわらず、いいないいなのアリコジャパンと言ったことがある。2006年1月から、サウンドロゴをリニューアルし、イメージキャラクター、アリコが登場する。また、平日日中、夕方のニュース、情報番組を中心に、同じ外資系会社の P&G と共にセットで、 番組提供をする場合が多い。地方局では、スポット枠でも数多く流されている。中には、フリーキャスターが出演する、情報番組風な CM のパターンがあるが、あまりにもリアルにできているため紛らわしいという苦情も出ている。これは、アリコのコマーシャルですという断り書きのスーパーを出す CM も存在し、現在でも断り書きが入っている CM が放送されている。 上記経緯にもある通り、2011年4月より、メットライフアリコに変更することに伴い、メットライフ側のイメージキャラクターであるスヌーピーが2010年秋から CM に登場しており、2013年4月1日から2015年9月28日まで、一社、提供味に番組、ハッピネスイズ、が、フジテレビで放送されていた。冒頭では、チャーリー・ブラウンとスヌーピーが乗る、 飛行船が登場していた。前述のブランド戦略刷新に伴って、2016年10月をもって CM でのスヌーピーの起用終了し、以降は CM の冒頭と最後に、社名ロゴを表示するのみに改められた。現在の CM 出演者、編集過去の CM 出演者、編集広告表示を行った、飛行船のスヌーピー j ーアメリカンブリンプ社の A-60。60 飛行船をスヌーピー j 号として運航していたが2016年末の運航をもって活動を終了した。ありがとうございます。